はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。ゲームコレクター酒缶のファーストテイク、このファーストテイクは僕が久しぶりにプレイするゲームを1回だけ挑戦してゲームオーバーになったらそこでやめるという、それだけの企画なんですけども、今回挑戦するのはヘッドオン。まあセガのねアーケードかな、もともとだいぶね懐かしいんだけど、なぜかゲームボーイではテクモが移植しているというね、なんでだろうというタイトルです。よし、ということでね、まあドットイートですね、2人用っていうか、まあ、コンピューターとの対戦ドットイートで、こっちは迷路にあるものを食べてくっていうか拾っていくんだけど、相手にぶつかったらゲーム負けちゃうという、そういうゲームなんで、十字ボタンステアリングホイール、コースを変えたり敵をかわすときに使う、A ボタンスロットル押すとマシンが加速、 B ボタンスペシャルゲームでアイテムを使うときに押すということで、まあ、スペシャルゲームのこと何のことも全く覚えてないんで、とりあえず普通にゲームをやろうかと思います。スペシャルはまあ、やるかどうかはちょっと分かんないですということで、結構ねスピード感というのは難しいんですよね。そうそう、これ分かりにくいと思うんですけども、この早く今移動してる方が僕の車です。危ない、むずい、感覚がこういう感じだよな、多分。あ、やっぱ同じとこが残ってる。これ早いな。ゲームオーバー早いぞ。やばい。よし。お、増えた。こんな早く増えるんだ。やばい、全然ダメだな。どうやればいいんだろう。焦っちゃうからダメなんだよな、これ多分。同じことをひたすらやってた。マジか。クリアしたかったな。同じことをずっとやってたな。でもこのぐらいの知識のゲームって厳しいよね。その、もう少しでクリアなのに、一回やられると頭からやり直しって厳しいよね。これ、どうやりゃいいんだろう。あれ、これスペシャルゲームに行けないの？これリセットしなきゃいけないのか、これ。あ、これリセットしなきゃいけ、あ、もういいです。はい。やらない。スペシャルはやらないです。はい。なんかアイテム使うゲームがね、入ってるんですけども。これ、戻れないもんね。はい。ということで、このあたりで。あれ、ちょっと待って。もしかして、セレクトボタン、あ、違う。間違えたボタンが違う。セレクトってこれだっけ？まあいいや。わかんないんでいいや。はい。ということで、すごい短い時間で終わってしまったんですけども、まあこんなもんです。はい。ということで、このチャンネルに応援いただける方は、グッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕に質問があったり、こんなゲームやった方がいいよ、こんな企画やった方がいいよってアイデアがある方は、ぜひコメントください。また、動画の拡散、SNS での動画の拡散をよろしくお願いします。以上、酒缶でした。